DPX Pops。 先日ですね、夜中に理由が分からずこう吐き気がして、でものすごく腹が痛くなってのた打ち回ってたんですよ。で、まあ、症状をね冷静に分析すると、ああこれはもしかすると食中毒ってやつなのかなということに思い至ったわけですよ。ただね、その原因が分かんないんですよ。うちの奥さんも同じものを食べたんだけど、僕だけその症状になったんですよね。僕はつまみ食いをしたっていうわけでもなくって、全く同じ食事だったので、夜はね、だからそこが原因じゃないんだろうなと。で昼に食べたもので何か、でも昼もね確かカップラーメン食べただけなので、カップヌードルプロね、だからそれじゃないだろうなって、ちょっと未だに原因がよく分かってないんですが、ちょっとここ最近ニュースでですね、その食中毒絡みの話がねパタパタっと出てたんですよ。で一つは、まあ、とあるお弁当屋さんがこう出荷したお弁当がご飯の方かな、おかずじゃなくてご飯の方が傷んでて、で食中毒が出たっていうことでね、青森の方の業者だったと思うんですが、まあ、そのお話と、でそれと、まあ、これは最近なんですけど、でマフィンだったかな、お菓子を製造販売してた人がね、ちょっとイベントでそのお菓子を販売して、で食べた人が食中毒にかかったというお話だったんですよ。まあ、弁当屋にしろ、そのマフィンを売ったお菓子屋さん、業者さんにしろ、当然気をつけてはいると思うんですよ。ね、あの食べ物を取り扱う人たちっていうのはすごくそういったものをね念入りに注意してで販売してると思うんですよ。でにもかかわらずやっぱりそういう食中毒というものが出てしまうと、ちょっとした見落とし、気の緩み、まあ、そういったもので食中毒っていうのが出てしまうんですよね。まあ、人為的なエラーっていうことでもあるんだけど、やっぱり季節的なものでちょっと読み切れなかったこと、経験則にこう照らし合わせてで足りてなかった部分っていうのが、まあ、どっかあったんでしょうね。だから、まあ、そういったことが起きてしまうということなんですよ。だから、美味しいとかねまずいとかっていうことよりも、もう何よりも、もうとにかくねもう食中毒だけはやらかしたら終わりだからっていうね、営業停止食らってあれやこれやのペナルティがつきますから、だから食中毒だけにはね本当に気をつけた方がいい。だから変な冒険はせず堅実に商売をするっていうことはね大事だということを、これ僕はね高校生の頃にバイトしてたとんかつ屋さんで叩き込まれました。まあバイトっていくつもしてたんですけど、まあ、そんな中の一つにそのとんかつ屋さんっていうのがあって、今はねもうそのとんかつ屋さんは多分ご主人が高齢になって引退したんだと思うんですけど、もうないんですよ。田舎に帰った時に見てもその店舗は残ってなかったんで、もうないんでしょうね。どっかに移転したっていうことでもなさそうです。そのとんかつ屋さんで僕は厨房をやってたんですけど、まあいろいろ調理とかの補助ですね、主にやってたことはね、ソース作りとか、まあ、キャベツ刻んだりとか、まあ、そういう調理補助的なことをやって、まあ、あとお皿洗ったりとか、ていうか元々は皿洗いで入ったはずなんですけどね、皿洗いで入って、まあ、ちょっと人手が足りなくなって厨房の補助をやるようになって、まあ、それで料理とかもねいろいろ覚えたんで、それ自体はすごく良かったなと思うんですが、でその時そのご主人がねよく言ってたのが、とにかくね美味しいとかまずいとかっていうことは大事なんだけど、それ以上に食中毒にだけは気をつけなければいけないということを本当口を酸っぱくして言ってましたね。だから手洗い消毒で、あと滅菌殺菌、
そういったことはとにかくね念入りにやるようにということを言ってました。いや僕はあの別に将来飲食店を経営したいとか飲食店で働きたい人がそんなこと一言も言ってないのに、もう延々とねその話をね聞かされましたよ。まあ仕事しながらもそうだし、まかない食いながらもそうだけど、延々聞かされましたね。ご主人はそれぐらいその衛生面に気を使ってました。とんかつ屋ではあるんだけど、とんかつだけじゃないんですよ。まあハンバーグとかね、その洋食系のものもあるし、まあ和食なんかもね、あのお刺身定食だとかそういったものもあるんですよ。だから田舎のその飲食店ってやっぱり中心はとんかつ屋と名乗っていてもいろいろやらなきゃいけなくて、でまあしぶしぶそういったものも出してたんでしょう。だから生ものなんか取り扱ってるんで余計にねそういう気持ちになったんでしょうね、だからそれは気をつけなきゃいけないよっていう話で、で基本的にこう市販の調味料っていうのをよく使ってて、味にこだわるとよくオリジナルの調味料とかね、継ぎ足し継ぎ足しで代々使ってるタレとかってやるじゃないですか。でそんなものはねクソだって言うんですよあんなものを使ってで食中毒を出すぐらいだったら市販のタレとか調味料を使って堅実に確実に作っていくことに気をつけた方がいいということをおっしゃってました。だからデミグラスソースってあるじゃないですか。あれはね毎朝作るんですよ。で決してあの前の日に残ったものを継ぎ足したりとかもしないです、洋食店なんかではね代々継ぎ足しで作ってるデミグラスソースとか言うんだけど、あんなものはクソだって言うんですよでしかも作り方が、ケチャップのね缶詰のケチャップの缶を蓋を開けてそこにソースをドボドボ継ぎ込んで、まあ、あと野菜とかをミキサーとかで、まあ、適当な割合でね適当でって、まあ、そこなりのレシピがあってやってるんだろうけど、割合の、野菜ジュース的なものを作ったのを継ぎ足して煮込むという感じです。だから本当簡単にポンとできちゃうようなデミグラスソースなんだけど、まあそこそこ美味しい、そこそこ美味しくて、あのだけど、まあ、そんなに極端に特徴のあるものではないということですよ。だからあそこじゃなきゃ食べられないっていうものでもないんだけど、でも絶対安全じゃないですかね。でもしそれで食中毒が出たとしても、それはその市販している、まあ、ソースを作っているメーカーの責任にできますから、ね、だから自分のお店のリスクっていうのが、まあ、基本的にはあまりないというね、市販の調味料を使ってるとね、添加物がとか化学調味料がとかっていうことをおっしゃる方がね結構いるといるんだけど、これね基本的にその化学調味料とか、まあ、食品添加物で体調を崩すぐらいまでっていうと相当の量を取らない限りならないと、まあ、むしろ他のその添加物を入れなかったことによる、まあ、サルモネラ菌だとかねカンピロバクターだとかそういう食中毒の原因菌がね発生することの方が問題だという、だから添加物でそれを抑えられるんだったらそれを抑えた方がいいよっていうことを言ってましたね。結局体をね、まあ、ダメにするって長い目で見たら確かにそうなんだけど、そこまで行くまでに相当時間がかかるよと、量も相当取らなきゃいけないよと、だからそこを気にして食中毒に、ね、なるかならないかっていう博打にこうかけるかって言ったら、まあ、それはちょっとバカバカしいでしょっていうことですね。だから味にこだわる、自然にこだわるってことも大事なんだけど、それ以上にやっぱり体の安全、身の安全、お店の安全っていうことをまあ第一に考えなきゃいけないということなんですよね。そのことがあるのでね、どうしても今回のその食中毒のね話がポンポンと出た時に、ああこの人たちは油断してしまったんだなっていうことをちょっと思ってしまいました。
じゃあ本人たちにしてみたらそれは、ね、そんなつもりは全くなくそうなってしまったのかもしれないけど、ただ、まあ、多分あのマスターに言わせれば、まあ、お前ら油断したなっていうことを言うと思うんですよね。まあそんな言い方かどうかは分かんないけど、おそらくそういう感想になったと思うんですよ。そういうわけでね、これから飲食店をやろうと思ってる方、うん、もしくはやってる方なんかでね、もしこれを見てる方がいたら、くれぐれもくれぐれも、うん、変なこだわりよりはもう食の安全、お客さんの安全が第一だということに念頭を置いて、まあ、営業をするということに注力してた方がいいですよと。まあ僕はね、あくまでも素人なんだけど、もし僕がお店を出すとしたら、あの時のあのマスターの言葉を胸に刻んで、安全安心、それが第一というお店作りをしていくんじゃないかなと思いましたというお話でした。ではまた。